ヒップガールズ M,E,I,MI、e、デビューメンバー11人紹介。最終順位プロフィールプロデュース101ジャパンザガールズ。視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンの第3弾、プロデュース101ジャパンザガールズの最終回が、今日16日午後2時から TBS で生放送され、デビューメンバーが発表された。 グループ名は MEIMEI に決まった。同番組ではディープハイから君の夢は時を超えてからお合い言葉に練習生たちが世界に羽ばたくガールズグループとして生まれ変わるためのトレーニングとテストを経て成長する。激しい競争の中困難に挑み挫折を乗り越えながら視聴者、国部による投票で生き残ったメンバーだけがデルーの夢をつかむ。 歴代最多の応募数となる全国各地の約1万4000人の中から選ばれた101人の練習生たちは、ダンスや歌唱など様々なミッションに挑戦し、熾烈、熾烈な競争を経てきた。ファイナルステージには20人の練習生が進出した。デビューメンバーは7日午後10時30分から16日午前7時までの間で実施された第4回国民投票。 国民投票、ラミノー投票ともに1日につき1票まで、と、最終回生放送中に行われる最終の投票で決定。生放送中の投票は2倍でカウントされた。デビューメンバー、米印、年齢第3回順位、得票数。1位、笠原桃奈、20歳、1位、1116,716票2位、村上里京。 17歳、3位、70万305票3位、高見文明、18歳、5位、68万6868票4位、桜井美和、21歳、2位、65万5210票5位、山本鈴、17歳、14位、63万千7 0 8票6位、佐々木真彩、17歳、7位、 593,913票7位、飯田出しよりガツ、19歳、10位、593,457票8位、清水恵子、18歳、11位、591,650票9位、石井蘭、19歳、4位、588,173票10位、海老原つずみ16歳、 6位、57万7903票11位、加藤慎、23歳、8位、55万2603票。四角笠原桃奈、笠原桃奈。青年月日、2003年10月22日出身、神奈川 MBDIENFJ、身長、163趣味、フィルムカメラ特技、アクロバットキャッチコピー。 天下無敵のチャレンジャーデビュー公約、もし私、笠原桃奈がデビューの11人に選ばれたら、富士山の山頂で皆でおにぎりを食べる。四角村,村上理京、村上里能青年月日、2006年9月30日出身、岡山 MBTIINFP 長百164趣味、寝ること、食べること、 コスメ集め特技、早口言葉キャッチコピー、猫顔のポジティブ JK デビュー公約、デビューメンバーと韓国で食べ歩きから、資格高見文明、高見彩音、青年月日、2005年5月15日出身、岩手 MBDIINDP 身長158趣味、作詞作曲特技、作動キャッチコピー、沼落ち。 キャップの歌姫デビュー公約、国民プロデューサーにプレイリストを作る。四角桜井美は、桜井美優。青年月日2002年1月11日出身、IHMBTIISTP、身長、162.5趣味、ヨガ、ベーキング、料理。 水泳、音楽を聴くこと特技、勉強、料理、ダンスのフォーメーションを考えることキャッチコピー、圧倒的クールビューティーデビュー公約、もし私桜井美和がデビュー11人に選ばれたら、メンバーに手作りのケーキを振る舞いたいです。四角山本鈴、山本鈴。 青年合日、2006年12月16日出身、東京 MBTIINFP 新潮、164趣味、ドラマ鑑賞特技、空手キャッチコピー、ゆるふわひょうい型パフォーマーデビュー公約、もし私山本鈴がデビューの11人に選ばれたら、メンバー全員で初日の出を見に行きたい。四角佐々木震菜、佐々木ココナ。 青年月日2006年1月30日出身、ミエム・ b D ・ i i s f p 身長百165趣味、歌を歌うこと、寝ること、オーディション番組を見ること、バトミントン特技、バスケ、同じものをずっと食べられることキャッチコピー、磨かれ輝く天然の真珠デビュー公約三重県にみんなを招待する。四角いい出し折りがつ、いい出しづく。 青年月日、2004年12月4日出身、東京 MBDIENFP 身長160趣味、歌、かき氷巡り、キャラクターグズを集めること特技、歌、え、お料理キャッチコピー、脱クラシックからの逆転劇デビュー公約、グループ成功祈願に、富士山に登る。四角清水稽古、清水稽古。 青年月日、2005年11月27日出身、IHMBDIENFP 身長、160趣味、絵を描くこと特技、片目を動かせることキャッチコピー、多彩な洋キャラッパーデビュー公約、稽古のお悩み相談ラジオ、四角石いらん、石いらん。 青年月日、2004年8月7日出身、埼玉 MBDIISFJ 長百162趣味、洋楽鑑賞、地域歌詞、料理特技、ダンス、剣玉キャッチコピー、完全無欠のカリスマデビュー公約、メンバー11人で楽しくおしゃれキャンプ。四角エビハラ鼓、エビハラみ 青年月日、2007年1月22日出身、神奈川 MBTIENFP 身長158趣味、寝ること、食べること、歌うこと特技、ギターを弾くこと。 口笛を吹くこと、舌で鳴らすこと,と、いい音を大きく出せること、キャッチコピー、国宝級ボーカリストデビュー公約、もし私、エビハラつずみがデビューの11人に選ばれたらメンバーみんなとパジャマパーティーをする。四角加藤真、加藤心。青年合致、2000年11月1日出身、愛知 m b t i i n f p 新長 166趣味、オイルパステルやアクリル絵の具で絵を描くこと、ギター特技、韓国語キャッチコピー、心ほぐすいやしの高音ボイスデビュー公約、もし私かどう心がデビューの11人に選ばれたら、メンバーと一語仮に、